皆さんこんにちは、桜餅カンタです。今回は壁を重ねて設置する方法を発見しましたんで共有していきたいと思います。いや、建築においてね、壁を複数重ねて設置できるってかなりでかいことだと思うんですよ。なのでね、まずはこれやり方っていうのをみんなに共有したい。いろいろと問題はまだ残ってるんですけども、まあそれは今後解決していくとして、まずはね、概要の方を伝えていかせてもらったらと思います。要はこれ、土台と土台の間にほんの少し隙間を作ることができれば二重壁設置できるんです。こんな感じでね、できるんですよ。じゃあどうやってこの隙間を作るのかなんですが、この土台を基準にしてちょっとやっていきましょうかね。エボロブド時代だったらこういう時ってね、この柱を結構メインで使ってたんですよね。入り口になってるのが柱だった。ただ今回のアセンディットではこのフェンスサポートの方が重要な役目を担ってくるかなと思います。この土台に対して右側、こっちの方に隙間を少し開けて土台を設置したい、そういう時のやり方。フェンスサポートをまずまっすぐ設置する。で、伸ばしたい方向と逆の方向にまず一回設置する。で、設置したフェンスサポートにスナップさせて、こう。この角度のフェンスサポートが必要なんです。これは別にフェンスサポートじゃなくても、メタルファンデーション、メタルフェンスファンデーション、こっちでも別にいいです。ただ今回はね、フェンスファンデーションよりもフェンスサポートの方がね、パッと見で分かりやすいんでね、今回こっちを使っていきますね。じゃあいらないやつは取っちゃいましょう。これ不要なんで。はい。で、このサポートに対して、このサポートに対して柱を設置する。で、向きを R キーで変えて設置していくんですが、こんな感じで設置できない。上に黄色い文字で Can't place metal beam って出てくる。これは土台が下に設置してないってことなんですよね。なので設置させて、でさらに伸ばす。これはね、2本伸ばす必要があります。で、天井を1枚2枚、そして三角天井を1枚2枚。はい、これで下準備 OK。 で、4分の1壁を1枚設置。これ別にね、1枚じゃなくてもいいパターンもあります。これ1枚置いて土台置く、スナップするならこれで OK。 ちょっと高さが高すぎてスナップしないなーっていう時は、さらに4分の1壁を1枚伸ばして、これに対して土台を設置。今回どっちのパターンでもいきますね。今回はこの土台と高さ合わせたいので、こっちに合わせていきます。はい、設置します。これでもうね、隙間は完成してます。あとはこっちに伸ばしていくだけで、4分の1まだちょっとずれてるんで、それをこいつで調整して、でこいつにスナップさせるとできました。てな感じでちょいずれ土台の設置が完了するんですね。で、このやり方のネックは一つだけあって、完全に綺麗にピタッと行くわけじゃないんですよね。ちょっとだけズレが発生しちゃってる。これだけがね、なんとも直せないんですよ。直す方法今後出てくるかもしれないですけども、現状ではちょっとまだね、発見できてないです。で、これをそのままね、同じやり方でこうやって伸ばしていっちゃうと、このズレがどんどんひどくなっていくんですよね。こっち側に、こっち側にどんどんズレていくんですよね。なので壁を2枚以上重ねたいっていう時には、さっきこっち側で伸ばしたので、今度はこっち側で伸ばすと、こうして、こうして、こう。で、
こう設置すると、で余分なものは引っこ抜く。こうすればずれた分が元の位置に戻ってくるので、まあほんのちょっとのずれは出るものの、これ以上ずれていくことはなくなりますね。で現時点でこれはこんな感じで二重壁にできてるわけなんですけども、これをじゃあどうやって30センチ40センチにしていくのっていうところなんですが、これ今回は土台はどうしても重ならないので、土台の上で重ねることは不可能なんですよね。30以上は、20ならできるけど。じゃあどうやって30以上にしていくのかっていうと、まずは横に基準になる土台を残しておきましょうか。でフェンスサポートを一番左の土台の角に合わせて設置で、さらに次は2番目の土台にスナップさせて設置で、次はこれを取り外して一番右の土台にスナップさせて土台を置いて、その土台にフェンスサポートをスナップさせる、こういうことなんですよね。こういうやり方を続けていけば40、50、60と壁を重ねていくこともできるということですね。というわけで6枚分重ねられるだけのフェンスを用意してみました。ちょっと蛇行はしているものの、まあ、ズレは最小限に抑えたかなっていうところです。これをぴったり綺麗に設置することができたら究極系ですね。今後の課題です。カーソルさえしっかり合わせてたら、あとは9キーでスナップ位置を変えられるので、まあ概ね設置も失敗することはないかな。で例えばですけど、単純に貫通力を削ぐ目的、硬い拠点を作りたいっていう時は、まあこんな感じで重ねてやれば、まあ、単純に壁6枚重なってるんで、しかもラージなので耐久値的には 18,000×6、 耐久値10万ぐらいはいくのかな。貫通はかなりしづらくなるよね。まあ一回入れてみるか。裏の建造物にはダメージ入ってないですね。なのでまあ二重壁としては一応機能はしている。まあ、メタルフェンスサポートにもしっかりダメージ入ってるので、単純にこれを強く持ちたいんであれば、フェンスサポートよりもフェンスファンデーションの方がいいのかもしれない。まあ、これは PVP の使い方になると思うんで、 PVE の方には関係ないんですけどね。 PVE の方はどっちかというと建築の見た目的なところになりますよね。こんな50も60も重ねるようなことはまああんまりしないとは思うんですけど、まあ何かしら使い道はあると思うんですよね。例えば温室の建築であれば、温室の壁なんかを中に仕込むことによって必要な枚数を削減することなんかもできたりするでしょうしね。温室建築はまたやりたいと思います。自分自身も建築に取り入れていきたいと思いますんで、ご期待ください。まあ、例えばこんな感じで柵の二重設置なんかもできちゃったりするわけですよね。まあでも今回はね、二重設置とかしなくてもこんな感じでいい感じのも作れたりするので、まあ、いきなりねこんなのにこだわる必要はないのかなという気がしないでもないですね。まずはオーソドックスなところから楽しんでいくのがいいのかなっていう気はしてます。まあでもそこからの派生系としてこういうのもできるっていうのは、知識としてあると幅が広がるかなって感じっすよね。いやほんとワクワクします。そんなわけで今回のところはこの辺にておしまいにしたいと思います。いやー建築めっちゃ面白いです。シンプルになった分、こう奥が深くはなくなったかなみたいにちょっと思ったりもしたんですが、全然そんなことないです。深掘りすれば深掘りするほどいろんなものが出てきます。いや今後もね見つけていきたいと思います。皆さんも何か面白いことあればね、ぜひコメント欄等で教えてもらえると嬉しいです。
そんなわけで今回はこの辺にておさらばです。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。またねー。